皆さんこんにちは、今日もやってまいりました。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。新垣兄チャンネルの時間になりました。皆さん楽しむ準備はできてますか？僕たちはもう元気満々、アンパンマン。しています。シンガー三味線ユニットキャンドルキット兄弟で三味線やってます。タイズ兄貴バイキンマンです。弟アンパンマンです。はい、はい、今日はですね、はい、どれだけメンバー愛が、メンバー愛、2人兄弟じゃないですか。はい、Love you。 どれだけ私のことを愛しているか試したいと思います。題してキャンドルキーオーなので、シリーズ化してたくま王、はい、優等王もやっていきたいと思います。まずはね、質問を考えていきたいと思います。はいはい、 It's a question choice。 じゃあキーからたくまに5個、はい、キーから優等に5個、はい、もうお互いも5個ずつ、はい、この紙に、はい、各自書いていこう。はい、質問か。質問って質問っていうのが難しいですね。それではですね、はい、質問を考えたので、はい、あと答えたので、質問していきたいと思います。はい、では、はい、やっていきたいと思います。はい、第1問、デルデン、生まれ変わったら、はい、性別はどっちがいいって思ってますか？はい、答えどうぞ。せーの、男。え、なんでなんで？俺は単純に今の、キャンドルキーが充実してるから女の方がいいと思いました。はい、僕は単純に生まれ変わるなら男の方がいいのかなと思いました。それでは答えの方を聞いていきま、しゃん。でもね、女でよかったって今思えるから、あ、なんか仕事の面とかでもやっぱり男の人の方がいいなと思うことたくさんあって、生まれ変わった男の人になりたいなってすごい思ったんだけど、やっぱり女。佐久間正解。イエーイ、パッ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 パー、マンパイ、このやろ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 、よっしゃ。それでは解析いいぞ。第2問、デデデン、水泳はできるか。いや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 、そんなの決まってるじゃねえかよ。いや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 、地味にちゃんと泳げます。できるでした。イエーイ、ゼロポイント、ゼロポイント、ゼロポイント。マジこれは合ってると思う。分かんないもんだね。いや、キーで完全にできるって答えると思ってて、うん、やっぱ浮きやすいの。あーあーあーじゃねえマジか、マジか。第3問、デデン、ドラえもんの道具で一番欲しいのは何？はいはい、わかりました。わかった、やめろ。これはね、多分ね、二人ともね、当てる気がする。え、あ、そっちか。いや、多分わかる。そっちか。違うな。せーの、ドドン、スモールライト。いや、全然どこでもどう。なんか、未来とかそういう方も行くかなと思ったけど、うん、どこでもどう。ああ、これは。では、答え合わせ。はい。どこでもドア。どこでもドアでした。負けた。もう次は絶対当ててほしい。はい、はい、当てます。自分たちのオリジナル曲で一番上がる、いい好きな曲を当ててほしいんですけど、はい、キー一人の曲と三人の曲を両方当ててほしいんだけど、はい、その一人の中でも歌いやすいのと歌詞が好きなやつ、はい、これ三人も、歌詞が好きなやつと好きな曲、はい、を4曲当ててほしいです。オッチ、はいはいはい、走って、オッチ、はい走って、スタート。ででででで
スマイル、ピューン、カラピューン。いきますよ、はい、デデデン。では、ダダン、じゃん。たくまが歌、はい、一人の曲、歌いやすい曲、Don't Leave Me Alone、はいはい、歌詞が、はい、願うこと、はい、で、3人の歌詞がピッキングスマイルで、はい、好きなのが彼ら、はい、で、お前が似てねえかそれ。歌いやすいのが願うこと、一人で、はい、で、歌詞がいいのが Don't Alone、 Don't Leave Me Alone、で3人のやつで、歌いやすいのが彼ら、はい、で歌詞がスマイル。さてさてさて、近てさて近々、私たちの答え、これ各1ポイントずつって知ってました？うそ、4ポイントでいくの。マジ楽天のチャンスがあるよ、アタックチャンス。俺これ自信あるのはね、99%、この3人のこの2曲はね、多分ね、多分単勝で当たると思う。単勝？うん、じゃあ俺ね、3連服でね、願うことがある。違うじゃん。ね、いいから答え聞こうぜ、はい、もういいから、いきます。はい、歌いやすいのは Don't Leave Me Alone、 歌詞が一番好きなのは願うことなんだ。3人だとしたら歌詞が一番好きなのはピッキングスマイル。一番好きな曲か、彼らかな。やっぱり3人で初めて作った曲だしね、彼ら。ということで、タクマ全問正解。すごーい、すごい、当たり前だよ。すごい、3人で何年やってる、何年やってる、しかも俺らオリジナル曲だぞ。そうだよ、悔しいか、次行きましょう。次の質問、はい、じゃじゃじゃん、パラプンって、過去と未来どっち行きたい。で、答え方としてどっちに行って何をしたいって答えてます。なので、どっちに行って何をしたいって答えてください。どっちに行ってない、 OK。 では答え、せーの、とりあえず過去ですよね。過去、過去で、なぜ過去に行きたいかって言いますと、まあ、自分たちが今こういう風になっているよと知らせるために行くということですかね、僕は。ああ、未来でこうなってるよってことを伝えるってこと。え、いつの自分に伝える。今ですね、今。え、違うでしょ、過去に行って、過去に行って、今こうなってるよっていうのをいつの自分に伝えに行くの。そこまでは考えてなかったんですけど、過去の自分に教えるんじゃないの。そう、過去の自分に、自分たちは、うん、こうなっていく、こういうふうになるよっていうのを教えるってことですね、うん、あ、もう預言者みたいに伝えに行く、はい、ます。今までの直したいところを直す、はい。例えば今ここまで来た自分で、うん、あ、ここをじゃあこうしたかったなとか、うん、こういう感じにしとけば今はこうなってるなっていうのを、うん、多分今だったら分かってるところがあると思うんで、うん、それを過去に行ってそこを直す。でも、ね、2人ともすごい真面目だなと思った。でも私過去見ないんで。いや、それ失敗しないでしょ、パクだろ。では正解したいと思います。これね、ちょっとすごい正解見てほしい、はい、なんか多分あーっとはなんだけど、聞いたらすごい恥ずかしくなってきた。過去と未来どっちに行きたい、理由も未来かな。過去にはね、全然行きたくない、全然興味ない、終わったことだから。やり直しとけばよかったとかいうのも別にないかな。あ、でも過去に行ってお父さんに会いたいかな、だから過去か、過去にする。過去は合ってたので1ポイントずつ。イエーイ、2ポイント。俺何ポイント、6ポイント、7ポイント、うん、余裕が来たろこれ。いや、だからバラエティの定番があるんだって最後。これはね、絶対に当てられると思う。はい、大丈夫。でもね、これね、いや、水泳も当てなかったからな、これ。いや、でもね、これね、ゆうちゃんはどうかなと思う。いや、全然。どんな質問だったっけ。好きな飲み物は、好きな飲み物、あー、もうこれは簡単じゃない。あ、ヒント、あ、お酒ではありません。あー、なるほどなるほどなるほど、これはもう多分当てるわ。お酒はグリーンティークーラーがもう定番なんですけど、2人とも知ってんだよ。え、それはドリンクは1種類ですか、うん、はい、はい、わかりました。もう大きい。いや、絶対あった、絶対これは絶対あった、はい、せーの。はい、炭酸水、アイオズロンテューラブイル。ちなみに、はい、あ、ウォンって言ってなかったね。この
撮影場所の後ろがキッチンなんですけど、はいはいはい、山積みに炭酸水があるんですよね。 なので2人は書いてると思うんですけど、はい、正解見てください。好きな飲み物は今ね一番好きなのね、ちょっと持ってくるね。これサントリーの天然水グリーンティー、緑茶なんだけどハーブの香りがするね。お茶なの。だからこれが一番好き今。サントリーの天然水のグリーンティーでした。いや、外したでいいや。ではクッション、お互いの第一印象、たくまはこういう子、ゆうとはこういう子って答えてます。いいですか。はい、はい、では、はい、出してください。せーの、はい、たくまに対して顔が濃い子、はい、ゆうとは今時の子、はい、ゆうとが、たくまが弟、ラブユーで、俺は、うん、お兄ちゃん、ラブユー。だらんねえ。では行きたいと思います、はい、たくまはすごい空気が読める子。ゆうとはね、一番最初に話しかけた時になんか全然目合わさないで喋る子。正解は、はい、たくまが、空気を読める子、ゆうとは全然目合わさないで喋る子。いやー正解でした。いやー全然違えなくっそ。あと何問ありますか。あと3問。あと3問ありますか。これすっごい難しかったから多分難しいと思うので、これは正解したら5ポイント。イエーイ。パン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 。ではいきます。はい、生まれ変わるとしたらどんなキャラクターがいいか。これね難しい。これ難しかった。これは俺も難しかった。これはちょっと待ってくださいね。クエスチョンタイム、アンサータイム。難しかったっつって俺が書いた質問だろこれ多分。あ、そうなんだ。なんだろう、すっごい難しい。ちょっとこれはちょっと難しいんで、はい、質問のヒント一つもらいます。はい。アニメのキャラクターですか。あ、確かに。それともなんかディズニーとかそういう。アニメではありません。アニメではない。アニメではない。アニメではない。では答えをお願いします。せーの。ミキマウス。トム。トム。トムって何。あ、トムとジェリーのトム。ああ、はい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 。ってことはもう違うもん。答え合わせです、はい、むずいなこれは。これむずいよ。いきます。正解5ポイント。たくますごいよバイキンマン。うるせえ。では次でいきたいと思います。無人島に1個持っていくもの。これはもう分かった。これはもう分かりました。ああ、はい、いいですよ。もうすぐ分かりました。もうこれはすぐ。せーの、ドン、はい、このリリーというのはですね、はい、Tさんがもう愛してたまない愛犬、愛犬のリリーちゃんのことです。これは正解。俺らが多分答えとして正解だ、うん、俺正解です。僕が化粧品セット。無人島で化粧する意味ないぞ。そういうこと、そういうこと。ラストいきます。よし。苫小牧カレーラーメンや、はい、ホッキカレーのポスターをキーはやってきたんですけども、はい、次のポスターはの表紙は何になりたいか。いや難しい。たくまの質問、これが最後の質問となります。むずくね。むずくなって自分が考えてるでしょ。むずくね。せーので、この前正解いきます。はい、正解この前。次は可愛く写れるやつポスターになりたい。ゆうとせ。イエイ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 。すげえ。お前すげえな。ちなみに、ちなみに僕101ポイント、こいつ12ポイント。イエイ。よくお前これしかないじゃないですかもう。そう。持った時もうこれしかないと思います。単純になんか違うなんて。いや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 。いつも言ってるじゃないですか。いつも言ってたよね。はい。以上これで。キーのことをもっと愛してくれるようになるように、これからもっと勉強してください。わかりましたか皆さん。皆さん何個当てられたでしょうか。これの企画すごく楽しかったので、たくまとゆうと続けていきたいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイキンバイバイバイキンバイバイキン。